1957年のザキミ城。ザキミアとは、米軍占領下では、暴露ポイント射撃場のレーダー施設となった。返還されたのは、1974年10月31日である。1944年に、日本軍が校舎法人地を構築した一の核。ザキミ城は、沖縄県中上郡読谷村にあったクスクの城市。日本軍が校舎法人地を構築していたため、 十十九州と沖縄戦でひどく破壊され、また1974年まで米軍基地、暴露ーーポイントの通信基地となっていた。沖縄変換を機に、城壁の調査と再建が行われ、通信基地の退役軍人も共嘆するほどの美しい、グスクとして蘇った。2000年、世界遺産にも登録された。築城家として名高い読谷山、アジ。 五砂丸によって築かれたと言われる15世紀初頭の城。城郭の外周は365メートル。城郭内面積は7385平方メートル。なだらかで優雅な曲線を描く城壁は俗日本100名城にも選ばれている。城の上からは中上地方周囲を広く見渡せる高台にある。海域や周辺離島まで見え、軍事上の要衝に存在した。 城門のアーチに草火石を用いており、アーチ門では古い形態とされる。また、城郭の突出部は琉球の城郭に特徴的であり、防衛上の工夫とみられる。河原が出土しないことからかつてあった建物は板吹きと考えられている。2018年には南側に、世界遺産座君城跡、ユンタン座ミュージアムもオープンした。 1416年から1422年に、読谷さんの五三丸が築城したとされている。五三丸は、中北山の争いから逃れた亡き神王子が、伊波城に勢力を持った、伊波寺の三世の次男と言われる。仙台山田城主読谷山あじも、伊波寺の一族経類であったが死守がなかったため、城主の兄弟の伊波寺の三世の次男五三丸が、 用紙となって、読谷山アジを継いだと伝えられる。1430年に、中スク城に違法されるまで、読谷山アジを名乗った。出土品26世紀のものも見られることから、小差丸の違法後もしばらく利用されていたと推定されている。1944年8月、日本軍が北飛行場を防護のため、ザキミ上一の車に、校舎法人地を構築した。その年の10月、 10、10空襲で米軍の猛攻撃を受け壊滅的な打撃を受ける。1945年4月1日、沖縄戦でまず、ヨミタンの海岸から上陸した米軍は、ヨミタン村のほぼ全域を占領する。ザキミ城跡は、暴露射撃場の一部となり、内気ミサイルのレーダー基地となった。1956年、琉球政府によって、重要文化財に指定された。 1972年5月15日、沖縄の本土復帰と同時に国指定史跡に指定されたが、米軍基地として使用されていた部分は指定し得なかったため、返還を機に追加指定された。ただし、現状変更のあった部分については後に指定を解除している。1973年、文化庁と沖縄県の補助で、発掘調査や城壁修理が進められた。 1974年10月31日、米軍からレーダー施設が返還される。1991年9月、演劇空間第一主催で、シェイクスピアイン、ザキミ・マナツの世の夢が2日間上演された。ザキミ・上初発の野外劇で、シェイクスピアの、マナツの世の夢をもとに、ゴサマルを主人公にしたものだった。2000年12月2日、中城、泣き人城、 カツレン城、首里城などと共に、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産に登録された。城内で演劇が行われるなど、広く利用されている。城跡の高台から西側を望むと、残波岬や晴れた日には、ケラマ諸島も眺めることができる。2017年、俗日本百名城に選定された。2018年6月23日、 全身の読谷炭酸実歴史民族資料館がリニューアルされ、世界遺産座美城跡、ユンタンザミュージアムが開設された。ありがとうございます。